はい、どうも皆さん、こんにちは、ニモです。ゼルダの伝説、風のタクト、ゲームキューブ版、前回の続きからやっていきたいと思います。で、前回はですね、こちらの神の塔に、入りまして、中ボスを倒したところで終わりました。で、弓矢をね、手に入れたので、あそこにある目玉をね、撃ち抜くことができるようになると。プラス、こういうちょっと浮いてる奴ら。こういう奴らもね、確かね、一撃で倒せるような気がする。ほらオッケー。で、これクロスヘアがないからさ、こう大体真ん中、画面の真ん中ぐらいにこう持ってきて撃ち抜く。オッケー。エレベーターさん、出てきました。オッケー。お、弓矢ゲッチュ。よしよし、壺からはね、弓矢も出てくるようになりましたんで。お。あ、そんで、鍵爪ロープで、どうしたらいいんだろう。ほい。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。ほい。よし。何？来た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 。危ない。あいつ危ない。あいつ強い。なんかだんだん敵が増えてる気がするな。よし。石像これで2体目ですね。前回はね、1体集めたので、これで2体目。おそらくあと1体集めれば、何か起きると。よし。お。そこがオープン。よし。さあさあ、真ん中のね、扉行けるようになりましたんで、真ん中の扉行こう。オープン。お？これ動かない。動かない。大丈夫。あ、大丈夫だ。これは、あ、天秤だ。そう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 。これ絶妙なバランスにしないと、あの上まで行けないんだよね。ただその前にこっちに扉があるんで、こっち行っちゃおう。オープン。お。なんかすげえ入り組んでんな。すげえ入り組んでんな、なんか。なんだこれ。宝箱が2個ありますね。どっちかは、小さな鍵かな。じゃ、まずこのドクロパイセンを。はい！よし、いいね。ついでに目玉も狙いたい。はい！ちょ、待って。これ難しいね。これ画面の中央に大体こう合わせといて、はい！目玉パイセンも動き始めた。目ん玉先輩にジャンピン。オッケー。目ん玉先輩ジャンピンして、こっちにジャンピン。オッケーオッケー。オープン。お、小さな鍵を手に入れた。さあ、小さな鍵を手に入れちゃったんですけど、一応ね、あの上にあるやつ。あれ？あれも目ん玉先輩か。ほい！お前！守った。オッケー。で、ちょっとドクロ先輩も今のうちに。ドクロ先輩。ドクロ先輩止まって、おら、オッケー、ナイスナイスショット。さあ、上まで来ましたけど、宝箱あるはずなんだけど、なんかねえぞ。あるはずなんだけどねえぞ。なんだこれ、どういうこと。とりあえず行ってみようか。あぶねえあぶねえ、潰れる。よし、ここまで来て、え、なんもねえぞ。あれ、オッケーオッケー。デクノハ便利だなー、こういう時。ちょっと待って、お前か、もしかしてる。お前か。やべえ。そういうことかー。どうしよう。あれ、いるかな。いや、一応取り行こうか。小さな鍵が2個って可能性もあるからね。さあ、やってきました。オープン。お、この感じはルピーかな。幸せのペンだと、そんなにこれレアなの。そんなにレアなアイテムなのかな、これ。ほい！オッケー！ナイスタイミング。オープン。さあ、ちょ、ハート。ハートか、爆弾いらないな。弓矢。まあいい。お、中ボス戦？こいっちゃ。なんだこれ。あ、なんか点滅してんな。あ、これタクト開くかなんかすんの？そういうわけじゃない。あ、ちげえわ。これここだ。ここでタクト開くんだ、確か。あれ違った？なんかそういう記憶があるんだけど。ここで風の歌を振る記憶があるんだけど。違ったかな？お！なんか今変な音した。そうそうそう、思い出した。ちょっと待って！やばい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 。
やばいやばいやばい。凶悪。お前ら。じゃ、これ確か。そうそうそう。で、じゃ、爆弾を投げ込むんだ、あいつの口の中に。くらえ。よし、いいぞ。倒した。危ない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 。ちょ、お前もか。お前も。オッケー。オープン。危ない。暴れるな、暴れるな。暴れるな。暴れるな。ナイス。オッケー。爆発しました。ちょっとまた音声がね、ビリビリなんか乱れたな。あいつのせいで。オープン。これ何入ってるんだっけな。宝の地図か、ハートのかけらかな。てってれてれーん。宝のマップを手に入れた。よし。海図ですね。まあ、海図で辿っていけば最終的にハートのかけらとかに行き着くと思うんでね。よしよし。オッケー。よいしょ。さあ、あとは小さな鍵でね、ここをオープンして。お？なんだこの四角いの。あ。はいはいはい。ここポンやると。ポンやると消えると。どうやんだっけかな。このブロックが確か重要だった気がする。こいつはね、あれこれデクの歯だった気がするんだけど、ただ魔力がないね。これデクの歯で行かなきゃいけなかった気がすんな。あれ違ったかな。これ呼べる？呼べないよね、こっからじゃ。呼びたいんだけど呼べないですね。置く爆弾、あれ？ダメだな、爆弾パイセンじゃちょっと話になんないな。ってことは、何か石像を持ってくるのかな？絶妙にね。絶妙にあっちの方が重いので。ただこれを、上に、無理だよね。無理だな。あれ？これ間違ってっかな？お、魔力瓶出てきた。オッケーオッケー。ここで魔力瓶が出てきてくれるということは、やっぱり魔力で行くしかないのかな。ほい。ここ登って、登って。デクの歯。オッケーオッケー。あー、行けた。よしよしよし。これで呼ぶ。さあ、3体目の銅像。呼び寄せることができました。よし、まずは、こいつに操りの術をかけると。違ったな。左。真ん中、右、真ん中。さあ、これで、こいつはね、ビーム食らわないんで、よし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 。ビーム食らわないからね、このボタンを押して、お、あ、これで戻る。オッケー。よし。これで通って、こいつを持って、行くと。オッケー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 。まずいな。ちょっとなんか変なやついんな。変なやついんな。来いよ、おら。弓矢。ちょっと待って。弓矢。よし、いいぞ。弓矢。お、倒した。オッケー。規制を上げながら倒れていったな、あいつ。よしよし、これでいけるようになると。さあ、この扉の先どこだっけ？あ、ここだよね。オッケーオッケー。よし、これで3つ揃いましたね。天秤、天秤じゃない。銅像たち。まあ、3つで全部なのかはちょっとわかんないんですけど、3つ揃いました。さあ、どうなる？先の扉が開かれるのかな？お？あ！お！真ん中の三角形のブロックができた。さあ、3つの光が中心に集まって、お？クリア。なんかクリアっぽい光が出てきたけど、まあ、ボスがいるんでね、まだボス戦がまだなんで、この先がボス戦ってことでいいのかな。さあ行くぜ。どこ行くんだっけこれ。あんまり覚えてないな。おお、普通にダンジョンに出てきました。待って、こいつさ早くね。そんな早かったっけこいつ。ちょ待って、そんな早いっけこいつ。弓矢だった気がするんだよね。あぶね。ちょっと待って。こいつ早いな。こいや。待って、こいつ早い。こいつ早いわ。ちょっと弓矢で倒そうと思ったけど、あれ無理だな。
お、ボス部屋の鍵がもうこのすぐ先にありますね。ってことは、この銅像を2個置いて、もう1個はリンク自身でいいのかな？リンクが乗る。ってすると、あ、オッケーオッケー、消えたままだ。オープン。ボス部屋の鍵を手に入れた。ダンジョンに潜むボスの部屋へ入れるようになった。よし、さあボス部屋。えちょっと待て、お前ら待って、そのあってしまってる、ちょっと待て、あいつら倒さないといけないか。こいや、おら、こいつ確かね弓矢だったかな。ほい、そう、弓矢で動きが止まってる間に確か後ろのこれを切る。危ない、こいつら危ない。オッケー、さあこれで開いた。オッケーオッケーオッケー。ちょ、このレーザービームはね倒したいけど多分倒せないな今の技術じゃ。お、いり、ちょっと待って、外に出ましたね。こっからレーザービームくんどんだけいんのよ。あ、はい、よしよし、こいつは固定式だ。こいつ頭固定式のやつだ。こいつは普通に倒せる。オッケーオッケーオッケー。こいつは普通に倒せるぞ。こいつよね、問題は。危ね。鳥お呼びじゃない、危ね。よし。危ね。こいつはちょっと無視していこう。オッケーオッケーオッケー。さあ、固定式のお二方はね、こうやって普通に。鳥オッケー。よしよし、いいぞ。弾が出てきた、珍しく。オッケーオッケー、ちょっと魔力を回復したいな。魔力が枯渇し気味なんで。こいつ危ないオッケー、お、ボス部屋ボス部屋出てきました。あ、ちょっと待って、妖精パイセン、間に合わねえ。妖精パイセン、もう一人ぐらい。間に合わねえな、ダメだな妖精パイセン、特製スープあったわ、ばあちゃんの。これちょっと使っていこうぜ。よし。ちょっと特製スープを Z に割り振って。Z 結構押しにくいんでね。さあ、ボス部屋やってきました。神が用意したボスだからね、これ。神の塔ですから、ここ。なんかカブトムシ的な？カブトムシ的なやつがいますね。よくぞここまでたどり着いた。選ばれし者よ、最後の試練を受けよ。あ、手だな。うわ、マスターハンドかな。なんか、え、音し、お、音がチリチリ、音がチリチリ鳴る顔が出てきましたね。あ、胴体ないパティの敵ね。もう多分目がこれ重要だね。これを弓矢で。お前も。あ、危ね。ちょっと待って、その手でなんか押し込むのやめて、押し込まないで。お前やって、お前もやる。どうだ？あれ？外した。ほら。オッケー。手を2個倒しました。オッケー。目玉。オッケー。もう1個の、あれ？ちょっと待って。危ない。目玉、オッケー、目玉1個潰した。お前もか。はい、弓矢足りなくね、これ。ちょっとこれ危ない。あ、ちょ、えぐいって。ほら、よし、これ確か爆弾だ。爆弾入れ込め。ちょ、違う、投げ込め。オッケー、はっ、オッケー。ちょっと弓矢だいぶ使っちゃったな。一発ちょっと仕留めていかないと、ちゃんと一発一発で。オッケー。2発当てないといけないんだ。で、目玉にも、ちゃんと2発当てないと多分倒せないから。来た。どこ？危ない。熱っ。死ぬ。熱い。ほら。もう一発。あーだ。ちょっと。やばい。これはもう動き回るしかない。オッケー。来いや、ほら。はい、オッケー、よしよし、投げ込め。オッケー、謎の入り方したな。
あれまだか。あと1回か。こういうのは大体3回ぐらいで終わるよね。3度目の正直ってやつだよね、これ。お前も。2発。OK。2発で目玉を倒せる。お前もか。お前も1発。2発。あと5本しかねえ、弓矢。あれ、お前。お前、なんで。ほら。あれ？ちょ、これ、この手死なね。OK。え、弓矢ないんだけども。目を壊すのに4発は必要だぞ、最低なの。止まろ。ちょ、え、完全に止まってから。危ない！はい。はい。ちょっと、弓矢なくなったんだけど。これ無理じゃん。危ない危ない。弓矢ねえんだけど。は。お、落としてくれんの？優しいな。ありがたしだな。手復活すんな。手復活すんな。オッケー。あっ！あっ！弓矢くれる代わりに手が1個復活すんだ。オッケー、1個やったぞ。まず。かわして、かわして、かわして、かわして。危ない！はい！オッケー！よし！これでラストか！くらえ！どうだ？お！今道は開かれた。選ばれし者よ。なんかすごい神々しい光放ってるけど。これより先に起こることはお前が選んだ運命。心してゆくがよい。なになになに？はっ。おー、帰り道だ。あ、やっぱり悪いボスとかそういうのではないからちゃんと元の位置に戻るんだね。で、次の試練が来るのを、次のね、こう、なんだ、死者が来るのをここで待ってるんだ。ハートの器、ゲットしました。ハートの器を手に入れたライフが一つ増えた。よし。オッケー。だいぶライフ増えましたね。よし。じゃあ光に入ろう。心して行くがよいって言われたからな。何が待っているのか。屋上かな？この感じは。周り何にもないですね。はしごがある。登ろう。何があるんだ？心して行くがよいって言われたからな。あの、金かな？金みたいなのがある。あ、これ鍵爪で、確か鳴らすんだったかな？鍵を。鍵をじゃない、金を。よし。さあ、謎の光が出てきましたね。よくやったわ、忍坊。どうやら神はお前を勇者であると認めてくれたようだ。だがお前の試練はここで終わったわけではない。目の前にある光の輪の先にある世界、そこに一歩足を踏み入れたとき、そこからがお前の本当の試練の始まりなのだ。覚悟はいいなわ、忍坊。LCL が肺を満たしたのかな、多分。直接酸素を取り込んでんのかな、これ。お、なんか光に包まれたけど。お、ハイラルの、なんか、ハイラル王国の BGM が流れましたね。あ、城だ。城がある。でーけーなー。城というか、なんか大陸があるね。大陸が沈んでますね、海の中に。
うわ、なんかこの感じすごいね。周りは灰色だけど、ここが一体どこなのか聞きたいのであろう。だが今はそれを説明している暇はないのだ。お前がこの城で手に入れたもので見事ガノを打ち果たすことができたなら、おのずと全ては明らかになるはずだ。さあ、私の言うことを信じて早く城の中へ入るのだ。さあ、ということで、モノクロというかね、白黒の世界。あ、滝も止まってんな。ただ水は一応、ジャパジャパなってるけど、滝だけがこう止まってるっていう、すごい不思議な現象になってますね。そんなわけで、神の塔を無事に、クリアすることができました。そして、この海の中に沈むね、城にやってきたということで、次回、こちらのね、城を攻略していきたいなと思います。そのわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。